明日は結構早いというか午前中からお仕事があるので、そうお仕事があるので、だからどうしようかなって感じ。できたらショールーム朝やりたい、できなかったらしょうがないできなかったらしょうがない、ちょっと眠気に負けたっていうことにしよう。そうしよう、そうせざるを得ない。そうだね、そうせざるを得ないですねでも今日もできればお風呂に入りたいお風呂に浸かって浸かりたい。結局今日はなんだかんだ夕方までは忙しくしてたというか、買い物をして必要品をね、必需品、必要ないものを購入してたりしてたので、さっきじゃないわ違う、あの夕方に帰ってきちゃったからね、なんだかんだ結局言えんことできなかったな。まあしょうがないね。よいしょということって、まあだからまあさっきまでね、ちょっと待って頭痛いな、台風が近づいてるからしょうがないですけど頭痛いです。あと普通に眠い、眠気がある。目を開けるんだ、そうさっきまでね私あれやってたんですよ、絵を描いてたので、まあねさっきぶりの方も多いんじゃないでしょうか。20日にね新潟総踊りがありまして、そちらのネットチケットが今現在発売中でございます。そう今バンダイね、なんかもうすでにテントとかが立ってて、まあ明日から始まるからね、そう明日から3日間始まるよね、明日からだよね、あれそうだよね。でかつ NGT で出演させていただくのは20日からなんですね。そうそうそう、20日からちょっと今私なんて言った、全然変なこと言ったよね、違う20日からとかじゃない、20日に見ることができますと。
20日に出演させていただきますと。ネットそうだね、ネットチケットオンライン公演、そうオンライン公演なんだって。オンライン公演そもそもがね、だからもしよろしければご覧ください。右上の多分あれから飛べるはず。あとはさっきショールームで公式、まあ公式だけじゃなかったけど配信してたけど、なんかどうやら新潟スイーツ部が本格的に活動するらしくし、そうなん、全然知らんかったみたいななんか公式の冠配信番組が BSN さんの方で始まるらしいね。そう、いつの間にか部活動やってるわみんな。私帰宅部なんだけどあ、私帰宅部なんだけどめちゃくちゃ帰宅部かましてるけど、帰宅部のエースかましてるけどいいかな。未だ部活部に所属、部活部だって気持ち悪いい部活に所属してないの本当私だけなんぐらいじゃないの、マジで。何かしら出てるでしょ、多分誰か何かしらやってるでしょ絶対活動してないのがほとんどですけどね、多分入ってたとしてもラーメン部ぐらいしか動いてなかったのに。ラーメン部とあとゲーム部か。したらスイーツ部始まったわ、新潟スイーツ部。
か、食べ物なのか。じゃあ水でいい？ドリンク。あードリンク、ブドリンク、ちょっとダサいな。何がいいかな。飲料部、飲料部。誰も入ってくれない。聞き水部はめちゃくちゃ限定的だな。水分めっちゃ限定的すぎてちょっと草なのよそれは。前でも帰宅部で、帰宅部でいいもん、うん、帰宅部でいいもん。だってもう部活本当に参戦してない人とかいないんじゃないの。いるんかな。いやラーメンとスイーツしかなくね。 NCT48 部活活動的なのをご存知ない。めちゃくちゃあるんすよ。いや活動してないだけでさ、幽霊部が多いだけでさ、部活はマジでたくさんあるわけよ。本当にあのね信じられないぐらいあんのよ。マジでめっちゃあんのよ。マジでびっくりするぐらいあるのよ。ほんとあのねNGT 部活とかで調べたら今どうだろう、なんかめっちゃあんのよね。以前そういう連載をねさせていただいてたのよ。マジでめっちゃあんの。ちょっと待って調べるわ。聞き叫ぶとかね。いや一番上に出てくるの聞き叫ぶはおかしいでしょ。あそうそう華道とかさ、華道とか華道茶道ギターとかとか。だけど部活動勧誘会、 NGT48 の部活動勧誘会っていうのがあったんですよね。でバスケ部とかもそこであったし、スイーツ部ってすでにあるしな。スイーツ部すでにあるじゃん。え？おごえとテラヒナでスイーツ部作ってんじゃん。書道とか、いやマジでめっちゃあるのよ本当に。
餃子部もあるしね、餃子部もそうだし、そういう連載があったんだけどさ、ひのちゃんはそう、一つも入部してないの。泣いちゃう、泣いちゃうよ。いや別に多分他にもやってない子はいる、多分いるわ。うちメンバーって誰がいたっけ、うちメンバー、いや先輩は多分みんなもうやってて、ちょっと2期生で友達探そう、2期生の仲間探そう。メンバープロフィール、ドラは多分全員あるし、ヤヒコマナユメはなんかやってそうだな。ヤヒコ、ヤヒコやってないかも。まあ激辛ラーメン部があるか、部長だしね。古沢さん、古沢さん仲間じゃない、古沢さんと曽我部さん仲間じゃないかな。夢でも西村軍団があるしな。夢西村軍団あるな。NGT 帰宅部やるか。いや西村軍団別に部活枠じゃないよ。全然違う。何？全然少数派じゃん、部活動入ってない。本当に帰宅部じゃん。悲しくなったわ、なんか。帰宅部だ。ちなみに一応 NGT48 ギター部っていうのはあるんですよ。てかバンド部ある、あそうか、あそうか、バンド部はそうか、みはるさんとさあやがやってたのか。悲しいね、悲しい、悲しくなっちゃったな。まあ基本的その連載させていただいた時のは2人ずつぐらいだったから、まあ部活動つってもまあなんていうの、本当になんかそんななんていうの、ちゃんとしたあれじゃなかったんだけど、ラーメン部とね、ラーメン部の功績が大きすぎるからね。ラーメン部ギター、あギターじゃない、ラーメン部ゲーム部ときてスイーツ部ですよ。メタメタ人数多いし。
まあゲーム部は3人だけど、まあいっか、まあいっか、しょうがねえ。しょうがないや。帰宅部だから、帰宅部のエース張ってるから、大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。テスト期間は部活動を休止しなきゃいけないからさ、帰宅できないんだよね。しょうがない。まあしょうがないね。しょうがないしょうがない。あ だ帰宅部のエース兼大丈夫大丈夫兼
デブデブ長です。ちょっとデブ賞みたいで可愛いな。事実事実。まあ自虐は置いといて、まあなんか本当にできたらいいけどね。それこそ軽音部青が提案してくれたやつもそうだけど、あネガティブちょっと好きだな。ネガティブいいじゃん。ネガティブ、いやネガティブじゃないな、私ネガティブでもポジティブでもないでしょ多分。ポジティブにもできるしネガティブにもできる人。まあまあでも軽音楽部だったら入りたい人いっぱいいるだろうからな。入りたい人いっぱい、もうそれはもう部活じゃないもんね。軽音楽部って結局さ、なんか私身近に軽音楽部がなかったから分かんないんだけどさ、あれって軽音楽部っつうかバンドなんじゃないの？あれ違うの？軽音楽部って先輩後輩制とかあるのかな？なんか普通に私バンドやってるようなイメージしかないんだけど、軽音楽部ってなんか吹奏楽部とかは先輩がいて、なんかこう何あの練習してオーディションどうたらみたいなのはすごいイメージがあるんだけど、合唱部もそうだったから。軽音楽部ってさ、もう一パートにつき一人なんじゃないの？全然知らないんだけど、なんかね、そう、まあそういう理由があって軽音楽部がなかったのかもしれない。バンドがいくつも集まってる。ああなるほどなるほど、確かにその部活動っぽくないのか軽音しかないあれふわふわタイムって軽音だっけ？ふわふわタイムしかないか。でバンドリー的な感じ、バンドリーもいろんなバンド集まってるみたいなもんだからね。あれはちょっと違うか、軽音楽部ではないか。あ本当に分かんないよね、軽音楽部ないもん。まああとなんか普通に少ないイメージあるけど、軽音楽部漫画とかしか見たことないからかな。漫画とかアニメとかでしか、なんかいつもさいつも人足りない、いつも人足りてないイメージあるよね、二次元だと。え？まず導入から始まって、え？廃部？いやそうなんだよ、ちょっと君たちの部活動の人数が少なくて、ちょっと部員足りないから来年から廃部になるっつって。そんな私たちが食い止めなきゃ。こんにちは、軽音楽部やってます、よかったら。あっピシッて捨てられて、そんなみたいな。そう、軽音楽部ってそんなイメージか。もしくはねえなんとかちゃんバンドやろうよって言って、うちの学校軽音楽部ないもんねつって、いや部員は3人からだって、3人からだ、最低でも
5人集めないとみたいな話になって、部活にはならない同好会になっちゃうみたいな。よし部活、部活正式な部活目指して頑張るぞみたいな。そうそうそう、そんなイメージ。まあバンドは別にね、まあバンドっていう編成だと3人かな、2人だとバンドになるんか、ギター2人だと2人、まあでも夜しかもらってあれロックバンドだもんな。2人しかいないけどロックバンドだから、バンドは結構何でもバンドなのかもしれない。まあ本当に生演奏でやる人は3人とかだよね。ギター、ベース、ドラム、4ピースだとキーボードが入ったりとか、ギターが2人だったりとか、5人だとボーカル&ギター、もしそこがもしくはでギターが1人いて、ベース、ドラム、キーボード、結構幅広いですからね。まあいつか私も新入部員になれたらいいな。バンドの定義わかんないな。ということで、よいしょ、ありがとうございましたね。嬉しいね。でもね、新しい NGT48 の何コンテンツの冠番組ができるっていうのは嬉しいですね。うん、なのでぜひよろしくお願いいたします。よし、ギフトありがとう。男女呼びます。13位一田さん、12位こたつ猫さん、11位むっちゃんさん、10位ゆかおしじいさん、9位とおるさん、8位しんいちさん、7位としさん、6位しんさん、5位ひろしさん、4位中心さん、3位くじちさん、2位すずひとさん、1位べろさん、ありがとうございます。それでは皆さん、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。それでは皆さん、また明日、おやすみ村、バイバーイ。